ミハイル、ミハグリゴリエビチツハカヤ、民族名、ミヘール、ミハグリゴリスゼツハカヤは、グルジア人の革命家、政治家、バルソフ、グルゲン、レオーノフといった透名も持つ。1865年5月4日、ロシア帝国クタイス県ふんちで主催の家庭に生まれた。クタイス人学校を卒業してチフリス神学校に進むも、 社会主義思想を宣伝したことにより1866年に放告された。その後は、チフリス・バトゥムヤク・タイスで革命活動に従事し、1892年末から翌1893年初頭に、グルジア最初の社会民主主義組織、メサメダ氏の創立に関わった。1897年から5年間は、カフカースを追放され、 翌1898年に、ロシア社会民主労働党に入党して、エカテリノスラフの党委員会で働いた。友人のイい,いラボーチー紙の編集にも関わったが、1900年7月に逮捕され、1902年2月まで収監された。1903年3月から党カフカース、同盟委員会の指導者の一人となり、1905年の第三回党大会にも出席。 同年10月にはサンクトペテルブルクソビエトで活動し、翌11月にはバクウソビエトの組織者の一人ともなった。この頃にツハカヤは若きヨシフスターリンと出会い、その地域主義的変更を理由に同を除名されかかっていたスターリンを擁護し、彼を除名から救っている。以降スターリンはツハカヤに敬意を抱くようになり、 翌1906年にスターリンとエカテリーナスバニゼが結婚した際は、ツハカヤも新郎側商人として式に出席した。同年には、チフリスローストセンター創立者となったが、再逮捕され、翌1907年に、ジュネーブへ亡命した。同年ロンドンでの第5回党大会及びシュトゥットガルトでの第2、インターナショナル第7回大会にも出席している。 1917年4月に、ウラジーミル・レーニンが、封印列車で、スイスからロシアへ戻った際に、その列車に同乗してツハカヤも、ロシアへ帰還した。フィリップ・マハラゼと共に、カフカースキー・ラボーチー、ブロゾラス各紙を編集し、4月の、第7回東全ロシア会議にも出席。翌5月から、カフカース地方ソビエト全員、10月から、 ボリシェビキカフカース地方委メンバー及び議長、1917年から1920年までチフリスイメンバーを務めたが、1919年6月から翌1920年5月までは、グルジア民主共和国のメンシェビキ政権によって、投獄された。1920年5月から、グルジア共産党中央委メンバー、同年8月から翌1921年6月までは、 コミンテルン執行委メンバー、翌7月から1922年11月までは執行委メンバー候補を務め、また1921年から1922年までは、ロシア社会主義連邦ソビエト共和国人民委員会に駐在グルジア社会主義ソビエト共和国全県代表でもあった。1923年1月から1931年までは、 ザカフカース社会主義連邦ソビエト、共和国中出議長及び全グルジア中出議長、1923年から、翌1924年1月4日までは、グルジア共和国人民委員会議議長も務めた。また、ボリシェビキ党大会には、第10回、第11回、第13回、第15回から第17回まで、コミンテルン大会には、第2回から第7回まで、 ソビエト連邦最高会議には、第1期から第3期まで出席し、連邦中止追加部会メンバーでもあった。1928年9月から1943年5月まで、コミンテルン国際統制委員会メンバーを務め、1944年8月には、長年の党と国家への貢献及び80歳を迎えることを称して、礼人勲章を授与された。その後、 ツハカヤは1950年3月19日に、モスクワで死去し、トビリ市のムタツミンがパンテオンへ葬られた。クルジアの都市、セナキは、1933年から1989年まで、ツハカヤを記念して、ミハツハカヤ及び、ツハカヤと呼ばれた。しかし、ツハカヤの遺体は、フィリップ・マハラゼ、シリベストル・トドリアと共に、1989年末に、 札ドフの森に改装された。ありがとうございます。